若草山の山頂でございます。山頂の鹿でございます。山頂の鹿はね、そんなに大きないね。一頭、ここにもう一頭やろ。二頭、三頭。5頭ぐらいしないかね。5頭ぐらいしないか。1、2、3、4、5。6頭しないで、6頭しか全部ね。はい、ここにおる、ここにおる。ね。オスがいないんだけど、一頭。おお、走り返した。走り返した。あら、元気やぞ、あの子は。あの赤ちゃん元気やぞ、走った。走り回ってます。走り回ってる。この子走り回ってる、さっきから。な、バンビちゃん。あんた元気やね。ほら、この子元気や。はい。今年もらってこようよ、これ。はい、こんにちは。はい、挨拶は、こんにちはの挨拶は。ねえ、知らん顔するな。はい、これ一列並んでますけど、どうぞ。ほら、うん、2156の8頭にもおります。ここにいつの間に増えた。6頭しかなくて2頭増えた。はい、オスジカが、2歳のオスジカが1頭おります、そこに。そこにほら、角生えてましたろ、このオスジカ。オスジカが1頭だけしかおりませんわ。みんなね、メスジカでおります。メスジカでおります。おお、おい。ボンボン飛んどる。はい、これが奈良盆地でございます。奈良盆地ね。こちらが奈良の北部の方ね、見てますけどね、全然見えんか。北部からずっとね、本町盆地やね。向こうの山が生駒山で、ずっと行くと二条なんで、カズラギなんで、今後は見えないね。で、何やったっけ、あれは。山津三山見えますね、山津三山。山津三山。見えないか。これね。これ、雲仙山で、ちょっと見えないか。あとの山がちょっとわからない。山頂でございました。雨がパラパラしてるけど。これはね、パラパラしてるけど、はい。この扇風機はもう3時間4時間回しっぱなしやけど、まだ回ってる。12時くらいやから4時やろ。4時間くらい回りっぱなしや。すごいね、これ4時間ですよ、4時間。動かなかったね。これ見とかんといかんやろ。商売上がったりやね。そんなこんなんで、休んでありますよ、ほら、ここにほら、みんな休んでありますよ。ちょっと行ってみましょうか、休んであるからね。はい、赤ちゃん、かわいいね。ケチャってやってね、前足でね、いただきますね。ここにほら、ここにもいましたけど、あそこ8頭とやろう、10、ここが2、4、6が9頭、9頭やから、17頭や、この上ね、今日見たのは。はいよ、ね、おお、あなたもだいぶ大きくなったね。うん、ほらほら、後ろから見とこう。こんなんで。